末パス。JR 東日本が発売している、休日の連続する2日間有効のフリー切符で、JR 東日本の関東甲信越、南東北の路線と14の私鉄線が乗り放題になる切符です。そんな超お得な切符を使い倒して旅をしようというのがこの企画。今回は、南東北、宮城、山形へ向かいます。まずは宮城県の古川駅から、陸羽東線を走る快速湯煙号に乗車します。鳴子温泉で途中下車しつつ山形県の新庄へ。そこから天童温泉に向かい、疲れを癒します。山形で一泊した後浜松尾芭蕉ゆかりの地山寺を訪れ、紅葉に染まる立石寺を堪能します。再び新庄へ移動し、走りがある新幹線、トレイル翼に乗車し福島へ。最後は翼号で帰路に着くといった工程です。ということで、早速本編スタートです。はい、どうもリリーです。ということで本日はですね、宮城県の古川駅に来ております。はやぶさに乗ってここまでやってきました。ということでここから先はですね、陸羽東線の快速湯煙号という列車にね、乗車をしていこうと思います。ちょうど10月の暮れ、もう11月ですね、紅葉が見頃になっているので、陸羽東線紅葉が有名ですからね、綺麗な車窓をいろいろ眺めていこうと思います。はい、というわけで在来線ホームこんな感じですね。2番線に着くということで、快速湯煙号10時15分発、10時3分ですかねぐらいに入線してきて、結構な時間ここで止まるんですよね。ということで入線をしてまいりました。こちらの3両の機動車が今回乗車する快速湯煙号です。いつもだったら2両編成なんですけれども、1両自由席車両を増設した臨時の3両編成ということになっています。臨時快速湯煙号新庄行きです。ということでシートをチェックです。シートはこんな感じで、緑色のモケットが貼られておりまして、背面テーブルもついているんですね。でテーブルの裏面にはこんなイラストが書いてあって可愛いですね。でテーブルの方はこんな感じで、まあ、手のひら3つ分ぐらい、まあ、程よい広さのテーブルですね。下にはネットがありまして、足元の方はこんな感じ、機械が入っている通常足を伸ばすということはちょっと難しいかなといった印象です。リクライニングの方はこちらのレバーで操作をします。ブラインドは横から引き出すカーテン式のものが搭載をされています。こちらの使用車両、東北の祭りラッピングっていう特別ラッピングが施されてまして、車内の壁にもこんな感じ、各東北の県のね、お祭りが紹介をされています。岩出山駅を発車をしていきます。この辺の岩出山は伊達政宗が仙台に移るまで居住地として、まあ、城を構えた伊達氏ゆかりの地でもあるんですね。この岩出山駅を出ると奥羽山脈の中へと入っていきます。ここからしばらくは上り勾配が続いていくわけですね。さて山が近づいてきましたが、見えてくる山全部がね、なんかオレンジ色に染まってるんですよね、紅葉で。あの中に今から突っ込んでいくわけですからね、これからどんな絶景が待っているのか、ワクワクしてきたぞ。さて列車は川渡温泉の駅を発車をしていきます。でこの辺からだんだん温泉街が始まっていくんですね。この辺のね、温泉街はまとめて鳴子温泉郷というふうに呼ばれています。そんな温泉の里にどんどん入っていくわけですね。鳴子御殿湯の駅に到着です。下を通る車は渋滞、多分みんな温泉街に行くんでしょうね。帝国で鳴子温泉の駅に到着です。この駅で20分ほど停車するので、まあ、駅前散策なんかができるわけですね。鳴子温泉に到着です。ここではだいたい20分の停車があるので駅前散策をすることができるんですね。ちょっとすごいですね、人がね。途中下車して駅前散策です。駅前通りのところもね、全部こけしですよ。鳴子温泉はこけしがすごく有名なんですよね。で見えてきました、あそこにあるログハウスみたいな、あれが手湯っていうんですか、手を温めるところらしいんですけど、書いてありますね、湯巡り回路、一体何て読むんでしょうか、手湯、手湯、
ハンドバースって書いてありますけど、まあ、どうなんでしょう ねこれはまっすぐ行ったところにあるのか、周囲ですね。本当に街中がね、硫黄の匂いで漂ってるんですよ。ラフいい雰囲気ですよ、ここ本当に。はい、こちらがテイユになります。手を温めるお湯ですけれども、こんな感じでお湯もちょっと白く濁ってるんですよね。これはいいなということで、早速温まるわけですけれども、さあ手の次は足ですね。駅前ロータリーにある足湯に今度は入ります。これもあったかいんですよね。あったかい、あったかいというか結構暑かったです。足真っ赤っかになっちゃいましたよ。はい、ここで一大事、履いているジーパンがびっしょびしょになってしまいました。いやー気持ち悪いんですけれども、まあ、しょうがないですよね。ここの足もさっき入ったんですけど、ダメです。ズボンが濡れたり蜂に攻撃されたり災難の目に遭いましたが、びしょびしょの足を引きずりながら特急じゃないですね快速湯けむり号にまた乗車をしていきます。言うて電車の中で足は乾いたんで良かったんですけれども、そんな災難を払拭するかのような絶景がこの後待っています。鳴子温泉を発車した列車は鳴子峡という渓谷が綺麗な場所を走っていくんですね。新庄行きの場合は進行方向右側の車窓に注目です。ということで列車は鳴子トンネルに入りました。この鳴子トンネルを通過後すぐに鳴子峡が一瞬だけ見えるんですよね。この紅葉の時期は減速してくれるので見やすいんですけれども、まあ、普段は張り付いてないと気づかないような場所になっています。これですよ、これ車内からも歓声が上がりますね。うわーっつってもみじとかカエデとかイチョウとかもういろんな色に紅葉してますね。こんな綺麗な紅葉僕初めて見ましたよ。遠くの橋の上からもこちらを写真に収めようとねカメラを構えている方々がもうすごい人混みになっているのが見えましたけれども、ちょっと岩肌もね見えてるっていうのがまたいいですよね。鳴子温泉を発車した車内の様子はこんな感じ。だいたい5割ぐらいの人が降りた感じになりますね。だいぶ車内も落ち着きを取り戻しまして、まあ、とはいえ車内販売とかもやってるんですよね。なんでビールを片手にあの紅葉を楽しんでいる方々とかもたくさんいらっしゃいました。客室乗務員の方も忙しそうにしてましたね。中山平温泉を出たあたりで列車は宮城県から県境を越えて山形県へと入っていきます。列車はセミ温泉の駅を発車をしていきます。こっちのセミ温泉だと思ったらこっちのセミ温泉だったんですよね。ミーミーミーの方かなと思ったら全然違いました。お前頭がおかしいよ。いや、あったかい車内とあったかい日差しと気持ちのいい青空と足湯に使って疲れを取ってとどめにこの朝のチャージですよ。お茶を飲みながら絶景を眺めるっていうね、なんて至福のひとときなんだろうという感じなんですけれども、本当に気持ちが良かったですね。本当にはこの辺で向こうの方に電化されたなんか別の路線が見えてきました。これが奥羽本線、まあ今で言う山形線、山形新幹線の線路になります。終点新庄の手前でこうして合流をするわけですね。まあ、合流というよりかは並走と言った方がいいかもしれません。厳密には上下線が並んでるんじゃなく単線が普通に並んでるだけなんですけれどもね。まもなく終点新庄、新庄です。本線に到着します。さて車内放送も流れまして、山形盆地に入った列車は山形新幹線の線路と並走しながらゆっくりと終点の新庄駅へ向けて走っていきます。新幹線がこの辺で並走してくれたら面白かったんですけれども、最後までそれはなかったですね。いいんですけれども、はい、終点の新庄に到着です。ということでここまで快速湯けむり号を乗ってきたわけなんですけれども、いや本当に車窓の紅葉が見頃で綺麗でね、2時間ぐらいでしたかね、
本当にもう退屈しませんでしたよ。前任のリゾート実りと比べるとちょっとまあ格は落ちてしまっているような気がしますが、これでも十分です。ですのでね、皆さんもご興味がありましたらぜひこの快速雪無理号乗車をしてみてください。ということで今回はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。